11日放送のフジテレビ系バイキング月金曜全11時55分で新潟を拠点とするアイドルグループ NGT48 のメンバー山口真帆23が昨年12月自宅の玄関先に押しかけた男2人から顔を掴まれるなどの被害を受けたとして県警が暴行容疑で2人を逮捕していた事件を特集した。山口は事件発覚から一夜明けた10日、新潟市内でグループの3周年記念公演に出演した。山口は今後も NGT での活動を続けることを明らかにした。イベント途中に登場した山口は柏木由紀27と一緒にテモデモの涙を熱唱。その後ファンに対し、この度はたくさんお騒がせして誠に申し訳ありませんでしたと謝罪。事件を明らかにしたツイッターはすでに削除されているが、私にも守りたいものがあり、このような形での発信になりました。お世話になった方にもご迷惑をかけて申し訳ないと思っていますと頭を下げた。一方、運営側は公式サイトで対応が不十分だったと謝罪し、メンバーの一人が男から声をかけられ、山口真帆の自宅は知らないものの、推測できるような帰宅時間を伝えてしまったことを確認しましたとメンバーの関与を明らかにした。中でも山口自らが事件を公表したことに、スタジオでタレントの土田晃之46はひどいと思いますよ。48グループって天下のアイドルグループの一つじゃないですか。過去にも色々あったわけで、ここがこんな変な対応しているのかって考えられないですけどねと憤慨した。さらに、なんでこの子が自ら発信しないといけないのかわからないし、刃物持っていったらどうなっていたか。結果がこうだから、まだもちろん心の傷があるでしょうけど、もっと重く受け止めないといけないんじゃないですかね。運営とかってと指摘していた。